1番の関田キャプテンです、セッターです。2番の今村、この人がセッターの対角に入ります。それから6番の渡辺優馬、13番の大竹一成、この2人がセンターライン。注目は14番の石川祐希、そして16番の武智孝志、この2人も愛知成城高校で、6冠取った最後の春高も、この2人がサイドで相当存在感を見せたというコンビになります。1981年生まれ、若い監督です、松永理央監督。中央大学の指揮を取ってこれが4年目となります。さあ、筑波の先発メンバーが紹介されています。宮下キャプテン、この宮下がセンターラインに入ります。対角に3番の児玉、5番のロジャーズ海、そして9番の畑康介がサイド、8番のセッターが中野で、その対角に7番の小池というラインナップになります。筑波の方は平均身長が 185.1 センチ、中央はなんと大学バレーですが平均は190センチ。この秋山中葉監督が筑波大学を指揮しています。コート左に中央大学、コート右に筑波大学、注目の男子の決勝戦です。中央は関東リーグ春秋連覇しました。東日本インカレはベスト16で敗れましたが、この最後全日本インカレで3冠を取って終わりたいというのはチームの目標になっています。一方の筑波は合言葉はストップザ中央、その高さとパワーを持ってどんな風に向き合っていくか。さあ、男子日本一をかけた決勝戦の第1セットです。石川がいきなりいいサーブを打ちました。関田セット、ライト側から今村が打ちます。これはポイントになりました。まあ、とかく石川石川と目が行きがちなんですが、はい、大林さん、この今村がいいですね。そうですね、実業団ね、パナソニックに決まりまして、はい、もうとにかく安定してるしね、本人枠でもエースということよりも、ほうほう、自分がねムードを上げるんだっていうね、4年生でありながら、まあそんなキャラクターもある、とってもね素敵な選手ですよ。はい、さあ、これは筑波大学にポイントが入りました。サーバーは3年生のロジャーズ海です。お父さんアメリカ人、お母さん日本人というこのロジャーズ海です。スパイクサーブを打ったんですが、これは外れました。ただね、筑波はやはり中央強いですからね、それに対して相当サーブで攻めることを考えてきているので、はい、ミスはあるかもしれないけど、これはちょっと注目ポイントですね。どのぐらい効果が出るか、はい、さあ、一方の中央は、これは6番の渡辺のサーブです。2段トス、旗が打ちます。セットする関田、早いとサイドへ、竹地が決めてきました。ナイスコンビ。石川の対角に16番の竹地が入っています。竹地は186センチのサイドアタッカーです。彼は本人ともね喋ってたんですけど、数日前にチームのやっぱエンジン、はい、心臓部分を占めると、はい、だから守りも攻めも全部やってきますよっていうね、かなり気合も入ってましたよ、はい、さて、7番の小池がセッター中根の対角に入ります。身長は182センチ、いわゆる中型のプレーヤーなんですが、大林さん、彼は機動力を持ってますね、うん、そうですね、速さありますからね、はい、かき回してくれそうな感じがしますね、まあ、大きい選手に絡んでいろんなところに動いて、この小池が絡んで点を取りに行きます、うん、やっぱこういうサーブを狙ってます、はい、大竹一成、セットした中根、そこだ、ナイスコンビ。3番の児玉を使いました、チームのムードメーカー、うん、彼のセンター線の攻めもまた、大林さん、なかなかスピードがあります。そうですね、はい、速さもあるし、パンチ力もありますね。さあ、点の取り合いです。一進一退、強いサーブを一貫しています筑波大学。軽く返した2番の今村、バックトス、うん、ライト側から打ちましたが、この小池もう一回打ち直し、つなぐスパイクです。児玉が入って逆サイド、旗のスパイク、これはブロックしました大竹、そして今村。これは全日本クラス級の高さですからね、この2枚ね、どちらも最高到達345、最高345がスターターに3人いるという、まあ、そういう点では大学バレーの歴史の中でも稀有なチームになります中央大学、そのうちの1人です。
4年生の今村、ナイスセットです。中根バックトス、バックアップを使ってきました。最後は2番の宮下です、うん、この宮下も4年生。まあ、彼の今バックをセンター線から打ちましたけど、バックのライト側から打つスパイクも含めて、うん、いろんなところから点取れる選手ですね。そうですね、はい、だから彼の動きっていうのは中央としてはすごくケアしないといけないですね、はい、大竹が入ります。バックと石川、ラインズマン直撃しましたがボールはそれました。注目の石川祐希です。193センチ。愛知成城高校時代、大林さんから紹介がありましたように2年続けて、まあ、春高、インターハイ、国体全部取ったという、はい、その原動力がこの石川です。もう私もその頃から、まあ、ベンチリポーターもさせていただいてね、はい、ずっと見てるんですけど、やっぱり変わらない、ぶれない自分のバレーに対する思いとか常に楽しむとか、やっぱりすごく大人な、ね、選手ですよね。だから今もすごい話してますけど、はい、コートの中で結構一番実は指示をしているのが、ね、石川選手だったりするんですよね、はい、これはレフト畑のスパイクです、まあ、このですから2年生の畑康介も、まあ、サイズは186、ずば抜けて高いわけじゃないんですけど、うん、見てますと本当に決めますよね彼は。そうですね、サーブもかなり注目ですし、はい、大竹選手とはね、子供の頃から共に戦ってきた、まあ、幼馴染みたいな選手なんですね。そうですね、はい、駿台学園高校、これ同級生ですね、はい、はい、あ、それ大竹は東亜だから、東京でライバルですね。そうです、はい、なのでやっぱりこうやって同じ世代の戦いっていうのをね、選手たちはやっぱりかなり一番テンションが上がるんだって言ってましたね、はい、さて注目の大竹一成がサーバーに下がります。この彼のサーブもちょっと注目してください、はい、少し奥に送りに行くようなサーブです。そこに持っていきました児玉。ネット上関田がこれは当てて出してればポイントです。さて、まあ、高さの揃うアタッカーをこの4年生のキャプテン関田正弘が操ります。7月に行われましたユニバの日本代表プレーヤーですけども、彼の存在感は大林さんどうですか。いや、もうしっかりまとめてますし、とにかくコミュニケーションを、ね、大事に考えてくれて冷静ないい選手ですよね、はい、まあ、松永監督も彼あってのチームだという言葉を常に我々に話をしてくれます、うん、さあさあ、まあ、中央から見るとこの3番の児玉はあまり乗せたくないプレイヤーの1人です。そうなんです、はい、彼に攻撃をさせないサーブというのが今日は中央絶対的なテーマでしょうね、はい、さて大竹一成、これは強いサーブにしました。旗がセット、センターに児玉がいてバックライトからのスパイクですが、これを止めました。中央がブロック、2番の宮下止められました。最後はサイドで石川のワンブロック。9対6、中央リードで筑波大学秋山監督タイムアウトです。考えろ、点数関係ないぞ、点数考えろ、自分たちの一歩一歩しっかりやっていくぞ。行こう、楽しめよ、顔作って楽しめよ。予想外のことじゃないから、あるから全然。もう一回ね、一歩、得点は9対6です。まあ、一進一退の流れがあった中で中央が連続4ポイント取りましたので、流れを嫌って秋山監督がタイムアウトを取りました。まあ、ただこの秋山監督はタイムアウトの時にはほとんど口を挟みませんので、はい、まあ、選手に基本的には自主的にいろんな方向付けをさせています、うん、やっぱり自分たちで考えるということもとても大切ですからね、はい、このロジャーズ海のスパイクは決定です。190センチ、まあ、兵庫の名門市立天ヶ崎高校の出身です。まあ、細身は細身なんですけどシャープですよね。そうですね、はい、でやっぱり高校時代から見て体つきもそうですし、はい、だいぶね、パワーもついてきたなって感じがしますね。そうですか。これで真ん中を見せといて石川だ。美しいですね。大学のレベルを超越したこのスパイク、うん、高いし、まあ、今ワンブロックにはなってましたが、まあ、3枚ついても抜けるんじゃないかなと思わせるぐらいのスパイクを見せました。本当に大林さん言うようにこういうプレー決めた後のワンショット見ても常に声出てますね。そうなんですね。下がってあげた関田、石川が左手で返した。判断変えました。難しいボールですが左手プッシュ。
っぱり何をすれば点数を取れるかとか、はい、今何をすべきかっていうのの状況判断というのも素晴らしいですよね、はい、セットしました旗、クイック見せといてロジャーズ回ブロック、スターター6人平均身長190、高さそびえ立つ中央ブロック、決めたのは今村そして渡辺、データ的にはこれマークとしっかりと戦術してますねブロックね、はい、早いトス中根、あーまたブロック、まあ、おそらくは序盤このロジャーズ回に上がったのは全部止めてやろうというそういう方向付けが中央はあるかも分かりません、これで10番の酒井、まあ、彼はセッターの控えですけども酒井を入れましたね、中根を2枚替えになったのかな、ね、あセッターを変えたんです ね、はい、中根を下げましてセッターは酒井を入れます、ただコンビのパターンをいろいろ変えたいという思いがあるんですけど、はい、リセッションパスがちょっと返ってないので、はい、なかなかやっぱねちょっと中根選手も気の毒ですよね、さあこの10番の酒井を投入しました秋山監督、1年生のセッターの控えなんですが彼も経験豊富です、うん、関田バックトスライトから石川中央無人です、石川祐希、下田さん、はい、どうぞ、この石川選手なんですけれども菊池加奈子トレーナーによりますと他の選手と違うところは純粋に本当にバレーが好きなところと話していました、例えば練習中には常に順番待ちをしている時でもボールを触るなど常に本当にボールに関わっていたい子なんだなと感じるそうです、まあ、いわゆるボールは友達ってやつですね、そうですね、はい、本当に練習中もねやっぱり自分以外も先日も練習ずっと見てるとやっぱり後輩にも気を使うし、すごい、まあ、できてるなって感じがします、さてセンター渡辺を使います、渡辺そして大竹一成、この2人がいわゆるセンターラインです、渡辺優真は3年生、これ本人はね、はい、影のムードメーカーですなんて言ってますけれどもね、表じゃないんだ、はい、そうなんですよ、みんないるからってあえてそこが大事なんだっていうね、またそういう選手もいいですよね、そしてピンチサーバーで3番の4年生塚本拓郎が投入されました、旗のサーブレシーブレセプションちょっと乱れましたが自分で打つ、小さくガッツポーズ旗康介、ブロック2枚高いのは来てましたけど もう間をどっか探して抜いていくしかないですからね、はい、まあ、いわゆるバレーの指導者の方よく言うカンちゃんっていうんですか、はい、そうですね、ですよね、カンちゃんです、あれは大林さん、カンちゃんを抜くのは打つ方はコツはあるんですか、いや技術は必要ですよね、ボール見なきゃいけないし、はいはい、ですよね、あと穴見えててもそこ、うん、打ち抜く技術ないと打てないですもんね、そうなんです、ただミドルの場合は割と走ってきたりするので力が入らないことが多いんですよね、だから中側の選手の間っていうのは割と狙うこと多いですよね、 なるほどね、さて16対10中央6点リード、サーバーは2番の今村です、いいサーブだ、まあ、これは崩れたんで旗が返します、チャンス大竹速攻セットします、2番の宮下ネット上ちょっと近い、児玉がつないで酒井が上げるライトから宮下のスパイク、失礼、7番小池のスパイク、これでポイントになります、もうこうやって利用して粘って粘ってね、このプレーですよね、はい、これで、ね、ひとまず5点差になりました、まあ、この7番の小池を使えてなおかつ彼のところで点を取れているときは筑波のリズムです、うん、いいサーブレシーブ石川、真ん中を使いました大竹一成、まあ、レセプション今石川が入ってこのセットなんですけども、はい、大林さん、なんかあの全日本に彼行って、はい、そのレセプションの意識はちょっと変わったってことですよね、もうとにかくあの攻撃というよりも自分がやらなきゃいけないのはレセプションなんだと、そういった意味でチームでもとにかく今季一番やってきたのはレセプション、はい、取ることにはすごくこだわってますよね、このサーブはちょっと失敗です、16番の竹地、さて今度は筑波のサーブです、ちょっとここで一つ勢いを作りたいところです、うん、そうですね、ちょっと点差を縮めていきたいのでやっぱり一本ブロック出るといいですよね、旗のサーブです、これでブロック捕まえられ早いの、しかも1枚にされました、真ん中大竹をちょっと使ってましたんで高速のレフト平行石川が捕まえられませんでした、ブロック止めなかったですね今ね、そうですね、さて中央はこの25番の谷口航がサウスポーのピンチサーバーです、そして
まあ、いいサーブを打つ谷口の時に前衛井上はブロック抜群の3年生、いわゆるところピンチブロッカーを入れました。はい、まあ、トスはね、竹内選手がね、セッターも練習してたりとかしてますのでね。そうですか、上げれる選手はいます。はい、あーっと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 、まあ、こういう少し変化をつけたボールが彼の持ち味だったりするんですが、です、ね、中大はあのスタメンの選手が全員ジャンプサーブなんですね、はい、なのでピンチサーバーをジャンプフローターフローターにすることによって相手が、まあ、ちょっとリズムが崩れる、それを狙っているそうなんですね、はい、でまあ、そのジャンプサーブも何ですかね、中央のはこう入れとけという感じではなくて、はい、みんなこうすごいの打ちますよね。だから休ませないって監督はおっしゃってましたね。走りながら関田バックトス、ライト側から今村が決めます。石川だけではありません、ライトから今村、長く助走を取ってこのスパイクです。この関田今村ラインもね、4年生コンビが非常にいいですよね、はい、そうですね。そしてこの関田のサーブはちょっと外れました。さて点差5点なんで、まあ、とにかく何かのタイミングで少し勢いを作りたいのが筑波大学、うん、連続欲しいですね。ですね。酒井のサーブです。石川がセット、レフト側から今村が打ちます、はい、速さではなくここは高さできました、うん、はい、去年優勝している時には彼はあの怪我で試合に出られなかったんですね、はい、だからやっぱり4年生の最後に勝って自分がその瞬間にいたいっていうのがね、この1年間のなんか頑張るモチベーションだったんですって。まあ、このですからインカレの最後の最終日は今大橋さんおっしゃったその4年生の思い、はい、これがやっぱり一番こうグッとくるものはありますよね。そうなんですね、おっと小池をブロックで仕留めました。中央一気に突っ走ります。21対14、ワンブロック今村4年生、なんとなんとまだ21対14ですが、中央のブロックポイントもう5つ、7点差がつきまして、秋山監督タイムアウトです。タイムアウトの輪の中に、まあ、ベンチスタートになっている3年生、まあ、全日本プレーヤーの高橋も最後非常に大きな声を出しました。大会の前に高橋選手は胃腸炎にかかったんですよね、うん、ちょっと体調がね、全日本中から今年はねちょっと辛い1年になってますよね、まあ、それもありましてちょっとこう準備がうまくいかなかったんで、うん、今回はベンチスタートになってますが、まあ、いずれちょっと型破りな選手に育てたいというふうに秋山監督は言っています。竹内を止めました筑波、最後止めたのは2番の宮下、やっと出ましたね、こうやってね綺麗にブロックを2枚つきましたよ、はい、身長は185センチのこの宮下ですけども、手の長さがあります。得意のブロック、これで6点差に詰め寄ります。さあロジャーズ甲斐です。開いた竹地、そこにトスが来ます。これは半身で返しました。おっとこの渡辺のスパイクはチャンスボールになります。旗が打つ、ブロックに当てて出しました、はい、こういうとこでしょうね、いいと思いますよ、はい、このラリーから今2番の今村に当てて出した形です、まあ、いわゆる点の取り方を知っているプレイヤーです。9番の旗ロジャーズか、まあ、サーブの時には豪快に腕を振り回して打ってきます。下がりながら上げて迎えて打った旗のスパイク、これは足の長いスパイクを狙ったんですがアウト、狙いは悪くないですか。そうですね、ピンチサーバーで入ってました谷口を下げまして大竹がフロントに上がってきましたので戻します。サーバーは渡辺優馬です。ロジャーズ甲斐を下げまして、さあ、まあ、この人もムードを持ってますそうですね、はい、チームキャプテンの藤井明弘、気迫を前面に出してくれるチームキャプテンです。重要なリリーフに藤井が入っています。ライド側を使って速いトス、小池が決めます、まあ、ブロックに当てて出してポイントにしました、はい、今もだからまあ1枚半みたいな感じなんですけど、やっぱりとにかくサイドと、ね、使っていきたいですね。
島田さん、さあ待ってる人が出てきましたね。高橋ですね。はい、高橋健太郎が入りました。これでちょっとスタンドが湧き上がります。3番の児玉に変えて高橋健太郎を投入。フロントにですから200センチ、まあ、2メーターの高さが加わります。2段トス、フェイント今村、これは筑波にミスがありました。はい、1ネットですね。ただやっぱりこうやって入ったことによってチームの今ね空気って変わってますからね。その高橋が声を出します。あとやっぱファンの方々はね彼のプレーを見たいね人も多いですから。パワー抜群のアタッカーです、この高橋。今村セットしましたが小池、高いトス、旗が打つ、ブロック、大竹一成、そしてキャプテンの関田正弘。今はストレートの方だったんですかね。喜んでいたのは関田なんで、多分そうだと思います。2枚並びました。さあセットポイント中央、力の差を見せます。十分に間合いを入れました今村の強いサーブ、ミスにはなりましたが徹底的に攻めます。石川は後衛にいるんですか。あ、レセプションに入って、はい、真ん中にポジションを取ってます。あっと、これはサーブのミスになって25対18、最後はあっけなく終わりました。終始リードを取りました中央大学。第1セットは力の差を見せた形です。25対18、中央が第1セットを取っています。さあ一生懸命児玉選手がねチーム盛り上げようとしてますよね。はい、3番の児玉はもう本当によく声の出るプレイヤーです。全日本を、ね、経験したことによって彼もねもっと上に行こうって一番ね思ってる選手ですから ね。 そうですね。さあ第2セットは筑波のサーブで始まります。この宮下のサーブですがちょっと、まあ、当然大林さん攻めなきゃいけない、はい、まあ、もうそうなんです、はい、あの簡単なサーブ入れると、はい、もうまず決められてしまうのでね。でもそれでも入れていかなきゃいけない、ちょっと1セット目ミスが多かったので、はい、そこは考えていかなきゃいけないですね。で一方こちらは容赦のない強いサーブがきます。渡辺が入れました、ライト側から打ちました小池、これはブロック。竹地と大竹がいたんですけども竹地のほぼワンブロック、はい、もうこの人も何でもできる選手ですからね、はい、まあ、手首の強いプレイヤーです、16番の竹地。でも私もあの成城が最後6冠取った時は代々木で見てましたけど、はい、あの石川も竹地もこう打つ方注目されるんですけど2人ともこう細かいつなぐプレーも結構うまいですよね。そうですね、はい、あの2人で2セッターをやるなんて話も一時期出てたぐらい、あの非常に器用で、あの今年ね全日本 の、 あの下のクラスではリベロも経験してたりもしてるので竹地選手も、はいはいはいね、本当に2人ともオールラウンダーですよね。さてジャンプサーブです、渡辺優真、これはポイントは筑波に入ります。3年生のミドルブロッカーです、6番の渡辺優真のサーブ、これがミスになりまして筑波第2セット最初のポイントです。7番の小池、いいですね。で下がって関田が上げます、サイドから竹地ブロック、内側を狙ったんですが左手、このノリでチームを牽引します。3年生の児玉です、おお崩れた、大竹返す、後ろから飛んできます、おお宮下はアウト、惜しいな。今あの打ち切りに行きましたけども、大林さんあの選択はいかがですか。あそこやっぱりなんだやるとね組み立てられちゃうのでね、はい、でもやっぱ乗ってる時ってあれは入るんですよね。とするとチョイスそのものは決して悪くはない。そうですね、はい、だから早くなんかちょっと攻撃でのリズムが欲しいです、筑波はね、はい、今村のサーブです、これでリズム作れるか、中根高いトス、旗が打ちます、下がって関田バックトス、あーっとこれは笛が鳴って、ちょっとトスがねドリブルですか、はい、難しかったのでライトに、はい、でもそれを強引に持っていくために回転を入れたんですけどね、はい、ダメでしたね。
まあ、非常に繊細なトスワークをしますが、それでも大胆さも欠かさないというキャプテンの関田です。その関田のジャンプトス、バックアタック、今村繋いだ小池のボールはチャンスになります。セットしてこれでどうかな、真ん中からサイド、最後竹地、トスも伸びましたね、はい、すっきりするスパイクでしたね。1本、まあ、高いだけではなく中央は全員がスピーディーに攻撃に絡んできます。これで竹地の、うわ強いサーブだ、バックトスです、中根、これを宮下が決めます。あ、これはポイントにしました。いいですね、気持ち入ってね、はい、そうですね、はい、非常にかなり角度入れてひねってね、はい、ナイスコースです。まあ、この宮下のバックライトからの攻め、これが決まって得点にできるかどうかもチームの不振を握るポイントです。4年生ジャンピングフローターサーブです、児玉、関田冷静に速攻、大竹バックトス、ロジャーズ回、二段トスになります。もう一回ロジャーズ、リベロの伊賀のトスをライトから今村セット、伊賀のトスはもう一回真ん中、バックのセンターから竹地だったんですけども、これはミスになりまして、さあ筑波追いつきました。5対5、そうですね、リードしていきたいですね。でまあ、一つ第1セットとちょっと違うなと感じるのは、筑波のサーブ入ってて、しかも強いですよね、結構ね、はい、これはちょっと緩めに置いてきましたが、大竹センターライトから今村、まあ、ここは徹底して右サイドをちょっと多用しています、関田、まあ、使える幅がね、どのアタッカーもバックも含めて打てるっていうね、強みは大きいですよね、はい、そして大竹一成がエンドラインギリギリいっぱいまで下がります。ドカンときた、いいですね、攻めました。それをセットしておいて真ん中宮下、うん、素晴らしいコンビを使います。中根選手もね、よく上げましたね、結構ギリギリだったんですよ、ちょっと食い込んだんですけども、はい、まあ、今大会ですから上位の学校のプレーぶり見ると、まあ、セッターの質が高いチームが多いんで、うん、そういう点では締まったゲームになってますよね。そうですね、もうどの選手にも日の丸をつけてほしいっていう希望を持たせるようなね、はい、非常に技術的に高い選手が多い大会でしたね、まあ、中央の関田しかり、まあ、筑波の中根も素晴らしいセッターで、早稲田には山口がいます、うん、まあ、そういうセッターの妙も今大会の一つの特徴になっています。小池打つ、こうやってあミスになりましたけども、まあ、ブロックタッチアウトをうまく狙ってというのがこの7番小池の一つ持ち味だったりするんですが、さあ8対8です、一進一退です。速攻ロングの B、 これで2番の宮下です。ここは大林さん決まってますね。そうですね、コンビしっかり中根選手もね上げてますからね、はい、これだから帰るとやっぱコンビ使えますので、はい、絶対的にレセプションですよね。じっくり間合いを入れました。サーバーのロジャーズ海です。ちょっと食い込んだ、チャンス拾ったのは石川チーム、沸きましたね、大歓声、大田区総合体育館、スパイクレシーブ石川、切り返して石川、石川翔です。もうこういうのもね、関田選手も分かってますよね、はいはい、見せてくれますね、中央のバレーはね、チームを乗せます、スタンドも乗せます。石川の思い切りのいいサーブだったんですが、これはミス、まあ、石川については松永監督もちょっとまあ見たことのないレベルの選手だなという話をしてくれました、はい、さあ宮下のサーブです、うん、こういうサーブ第2セットは良くなってます。あ、竹地が決める、多少乱れても決めくるアタッカーがそこかしこにいます、中央、あとは今の動きながらのこの関田のトスなんかどうですか、はい、そうですね、あの選手も監督も皆さんおっしゃるんですけど、はい、やっぱとにかく丁寧、アタッカーに優しいトスを上げてくれるんだってみんな言いますね、はい、で今のなんかもそうですけど、彼ってボールの下入るのとても早いですよね。そうですね、そして大竹のブロックが出ました、いいプレーの連続、お父さん映りましたね、お父さんもスタンドに来ています、はい、
11対8、3点差に広げられた筑波大学、秋山監督、タイムアウトのブザーを押しました。もっと攻撃的にやろう。ちょっと受け身になってる、受け身になってる。攻めるしかないぞ、攻めるしかないぞ。全員に行こう、全員で。中が頑張るのか、中がね。ストップ。フォローしっかり、フォロー。筑波は一度8対9、まあ、9対8、1点差詰め寄るところまでは行きましたけども、ここで連続ポイントが来ました。まあ、早いタイミングで流れを切りたい松永監督、秋山監督がタイムアウトのブザーを押した形です。ここはですからまずこれいいキャッチをして点にできればというとこなんですが、中根早いトス、旗が打つ、ナイスコンビ。2点差、タイムアウトを取った甲斐がありました。精度高いですねこのコンビもね、はい、最後は決定力抜群の旗のスパイクです。崩せればという、あーとっとっとっと、これはネットに当たります。7番の小池、さて今村も目いっぱい後ろまで下がりました。その今村のサーブです。ちょっと抜いて手前バックトス、ライト側から宮下、これはアタックラインの踏み越しだったようです。ちょっとミスが続きました。離されたくないですね、はい、以上ね、筑波、まあ、タイムアウトを取った直後旗のスパイク決定して追いすがったんですが、そこからまた離されました。ベンチの秋山監督、軽く入れます、ネット上、おーとフェイント、難しいボールだったんですが、中根が背中に目がついているようなトスフェイント。ちょっと気を疲れました、ね、中央大学、はい、この選手はもう普段からすごく冷静でね、はい、周りをよく見てる選手ですよね。あんまり表情出さないんですね、はい、今度は関田、あ、合わない、そこ小玉ブロック、拍手してますね、吠えました大竹、はい、ちょうど私たちの実況席の真正面なんですけど、はい、あのプレー中にあんまり拍手して褒めるってことはお父さんしないんですよ。あ、そうですか、はい、お隣があの石川選手のお父様なんですけども、右隣ですね、はいはい、それだけ今の良かったぞっていうことでしょうね。これはミスになりました、セッターの中根、15対10です。さあレセプションですね、竹地のサーブ、相当構えるところに強いボールを入れました。セットしたのが小池、バックアタック、宮下、ロジャーズ、甲斐、おお、これは決まりました。ブロックに当たったんですがワンブロックで、まあ、後ろの選手とのタイミングがずれました。まあ、関田選手1セット目はブロックポイントありましたけど、でも、はい、唯一ね、あのやや狙いどころとか攻めどころはここですからね、そうとしたらね、はい、ブロックはいいんですけどもね、はい、大竹がセンターに入ります、見せといて時間差、石川、あ、ナイスレシーブ、2段トス、ロジャーズ、甲斐、セットしてバックアタック、今村走ってあげました、中根、あ、ロジャーズ、甲斐、おー、ポイントにしました、ナイス投手にしましたね、はい、中根の粘り、これがポイントにつながったとお伝えしておきます。ロジャーズ、甲斐もひたむきに打ちました。これがセッターの中根です、2年生、まあ、再三紹介しているように勝者のメンタリティを持っている6冠セッターです、うん、石川を作り上げたのはもしかしたら中根選手のね、トスだったのかもしれないですよね、はい、これはどうでしょうか、ラインを割りました、うん、ちょっともったいない、パッといい時のねミスがちょっと多いですね今日の試合はね、ジャンプサーブで攻めるサーブでのミスっていうのと、はい、フローター、ジャンプフローターのミスっていうのはちょっと意味合い違ってきますので、やっぱり入れていくことをちょっと考えた方がいいですよね、はい、
さあ大竹です。打球の強さがあります。強く打ったんですがこれは吹かしました。さて3点の差を追う筑波のサーブ、真ん中の用の渡辺を使いました。2段トスになります。中根、この小池のスパイクをつないでどうかな。石川だ、ブロック。歓喜の輪ができます。筑波大学エースの石川を止めました。宮下か。際どいところを狙っていったんですけどね、はい、渡辺優真、これでポイントになります。渡辺優真はベンチの松永監督と同じ京都の東山高校出身のプレーヤーです。192センチ。かなりね、監督への信頼と、はい、こうお兄さんでありお父さんのような、ね、監督だって言ってますけれども、ね、そうですか。やっぱ信頼関係ありますよね、はい、中根は味方に指示をしながら時間差に持っていってポイント。最後は7番の小池です。なんとか頑張ってます、筑波。だからどうしても続けたいんですよね、ブレイクしたい、はい、重要なサーブです。できれば崩してブロックでもできれば最高なんですが崩れない。センターに持っていきました。セッターの関田、渡辺優真の速攻です。簡単にですから、まあ、走らせないと言いましょうか。中央の方は敵に連続ポイントを許さない、そういう強さを持っています。さあ チームキャプテン登場。重要な終盤にチームキャプテンの力を借ります。おナイスセット。ワンハンド中根のトス、プッシュ。誰を使うか。走りながら関田、竹内のスパイク。関田が巧みにこの竹地を使ってポイントにしました。19対15。さあ筑波大学秋山監督、これで第2セット2度目のタイムアウトを請求です。さあもう一点取るぞ、もう一点取るぞ、取るぞ、取るぞ。まずパスね、まずパス一本。きついでね、きついでね、きついでね。一戦目フロアディフェンス負けてないからな。ブロックも一度良くなってきてる。しっかり守って守って守って。オッケーオッケー。見計らって。行くぞ。出すぞ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 。ゴー。第2セット得点は19対15。中央4点リード。秋山監督は2度目のタイムアウトを請求しました。また終盤に高橋に出番があるのかどうか、うん、今ね個人的に話をしに行って、はい、それぞれの選手の、ね、肩叩いて一言おっしゃってましたね、はい、さてこれはサーブはミスになります。石川のサーブです。さあ来ましたね、来ましたね、来ましたね。児玉に代わって高橋、まあ、今大会はですからいわゆるミドルブロッカーセンターのポジションに入ります。まあ、ただチーム入れ替わって来シーズンからは彼をオポジットで一人前の選手にしていきたいと思ってます、うん、秋山監督はそうコメントしてくれました。伊賀のサーブキャッチです。レセプション、このスパイクはどうか、うん、今村スタッフがアウトになります。さてこれで筑波に連続ですね、筑波のポイントですね今、はい、そうです、はい、筑波に連続ポイントが来ました、うん、3連続来るとちょっとムードが変わるはずです、うん、大事なサーブ宮下、いやまあ、終盤の20点を超える局面になって、まあ、攻めはしたんですがサーブのミス。そして第1セットで大林さんが紹介してくれたように強いサーブを打つアタッカーがいるからこそピンチサーバーはちょっと変化をつけるこの谷口、間合いを変えます。走りながら上げた中根、ちょっと合わない合わない。谷口のサーブがちょっと一つポイントになりました。ちょっと不思議な、ね、変化をして非常にちょっとあれっていうようなね取りにくさがあるんですよね、はい、彼のは。もう一つ谷口です。ちょっとやっぱ食い込む、うん、やっぱりちょっと拾いにくいんですねあれね。
大竹センターバックアタック、石川殿下の宝刀バックセンターから石川祐希です。打点も高い、そしてパンチもあってしなやか、はい、まあ、中央のバレーが割とリズミカルなバレーするっていうのもあるんですけど、大林さん、私から見てると、うん、ブラジルのジバを思い出すんですよ。あ、でもやっぱりそういうところは意識するところでしょうね。これから世界の中で、はい、そういう存在になっていかないといけないと思いますね。でジバも190ぐらいしかなかったじゃないですか、うん、でも決めたでしょ彼って、はい、まあ、なんかそういう、こう期待感といいましょうか、雰囲気を石川からちょっと感じたりします、うん、はい。さて粘りどころ筑波、サーブいいボール入れました小池、関田はちょっとずれても速攻に持っていくんです。大竹決めて中央にポイント。今日大竹選手ね、一番声出してトスを呼ぶんだなんて試合前は言ってましたけれどもね、はい、アピールしたいって言ってましたよ、まあ、今のは まさに自分で呼び込んで決めました。さあ第2セットも余裕のゲーム運び、中央今村サーブ、高橋健太郎を使う、高い打点で打ったんですがこれはアウト。ただスケールは感じますよね、はい、彼を見てるとね。でこれで井上を入れます。まあ、高さには高さを当てる形です。今村がサーバーに下がります。まあ、秋山監督は世界と向き合った時に敵を、まあ、特に外国人の選手をこう壊すような力を持っているとすれば彼なんじゃないかという話をしていました、うん、そうですね、はい、体力とかこう持っている能力っていうのは非常に素晴らしいですからね、はい、その高橋がセンターに入って打たせました。レシーブしたのは今村、セット伊賀、二段トス今村、これはアウトになりました。まあ、巧みにエンドラインいっぱい、あ、アウト、タッチネットが、ね、タッチネットがポイントになりました。中央を取りました。第2セット、これは最後ミス、結局25対16、2セット連取、中央がセットカウント2対0としています。さあ第3セットが始まります。全日本にも選ばれたことがあります児玉、この人もユニバの代表プレーヤーです。このセット取れば中央連覇。第3セットは石川のサーブ、いいサーブです。2段を旗、3枚ブロックの横です。いいスパイクですよね、はい、これ見てるとね、なんかこの3枚に立たれるとひるみたくなるもんでしょうけどね、全く関係ないですね、はい、まあ、石川選手と学年も一緒だし、はい、タイプ似てなくはないんですけど、すごくパワーを、ね、持っているタイプの選手ですよね、はい、うわすごい、石川祐希バックセンターからズバッときました。もう素晴らしすぎて褒める言葉がちょっと見つからないぐらいね、完璧ですよね。セッターの関田がセンターの渡辺で突っといてパイプの位置に入ってきました。石川祐希正面にいると彼と目が合うようなね、そういうぐらい対抗力があるんですよ、はい、さてこれで中央の応援団もまた沸き立ちます渡辺のサーブ、やっぱりみんないいサーブ打ちますね。ちょっとフォームが変わってるんですけれども、はい、リズム取りにくいサーブなんですね、これもね。もう一丁セットしました。小池サイドから旗のスパイク、武智が返す。これは当てて出しに行ったんですけども、当たりませんでした。ポイントならず、サイドアタッカーの武智です。まあ、彼と石川とリベロの伊賀で、まあ、いわゆるレセプションを中心にやる形になります。この3人ですね、はい。でおー、武智がワンハンドで上げました。ただチャンス筑波、旗の強打ブロック、旗の強打を止めました。最後今村、今日はこのね、旗選手はどうしてもこう大事なところ来ますから、そこ止められるとちょっと苦しいですね、はい、最後は二の腕を締めて止めました。気合が入った4年生の今村、
児玉が入る。バックアタック宮下。大事なのはこれです。これを宮下に決め切らせること。これは再度スピードを出しました。今日の筑波も第2セット途中までは相当粘ったんですが、これここまでの中央の戦い流れで見ますと15点20点ぐらいから先ではもう確実に引き離していく展開になるんですよね。そうですね、やっぱり強いチームっていうのは後半の進め方がうまいので、はい、そこまで行くときにやっぱりリードをして進めないと、はいはい、今日はねちょっと苦しいですね、はい。今イーブンなんですが筑波はですから、ちょっと厳しく言っちゃうとイーブンじゃダメです。序盤はですからリード取りたいというゲームです。うわ、ナイスサーブ竹地。リードなんか取らせんぞという気迫十分の竹地のジャンプサーブ。5対3、2点差、筑波大学、秋山監督タイムアウトです。当たりでさあここはここだぞ。1つ行ってまだ第3セットの序盤なんですが点差2点差傷口が広がる前に秋山監督はタイムアウトを取りました。でも難しいゲームにはなっています。結局やっぱりレセプションあっての筑波の攻めというのを考えるとそれはやっぱうまくいってないですもんね、今日ね。サイドで点数取ったりしてるんですけど、はい、コンビ的なものがちょっと使えてないですよね、はい。そうするとブロック力ありますのでね。竹地のポイントになりました。今児玉がちょっとアピールをしてますけども、これでですから竹地がサーブポイントでもうこのセット6点のうち3点サーブポイントという形です。竹地講師奥ちょっと流れます。これ3枚ブロック完全に張って宮下を止めました。中央セッターの選択肢がやっぱり一つしかなくなってしまうんですよね、はい、崩されてしまうので。竹地が崩した、上げられたのはあそこ2段だけ。3枚で張って狙い通りに止めました。中央下がりながら中根のトス、バックスサイドが今度は2枚、どっちだ、石川か。宮下止められました。石川ワンブロック、いいとこ飛んでます。腕も振れないですよね、はい。そして8切れんばかりの笑顔を見せました。スパイクサーブです。縦の速攻、これも読まれた。すごい隙がありません。中央ちょっと表情を失いました。センタープレーヤーの児玉、セッター変えます。これは中根選手としては、ね、はい、悔しいですよ ね、 ですよね。第1セットも大林さんおっしゃってましたが、中根うんぬんの前にまずレセプションがもうあっち行ったりこっち行ったりですもんね。あとやっぱり1枚でシャットされるのも多いので、はい、もうちょっとアタッカーがなんとか、ね、1、2本してあげるとセッターもね、はいはい、また生きるんですけど。チャンス筑波、セッターは1年生の酒井です。セットした伊賀、どこだ石川だ。小池返す、チャンス、いやあ、拾った、ギリギリでジャッジしました。竹地、今村、それからリベロの伊賀、この3人でジャッジしてポイントです。5対3で流れを切りたかった秋山監督、タイムアウト取ったんですが、むしろ中央そこから走っています。10対3、攻撃も割と思い切ったことがねできますね、今だとね、はい。竹地のサーブ、これ効いてます。酒井セット、ロジャーズ会はタイミングを合わせてつなぐ。今度はライト今前、失礼、宮下ナイスレシーブ、そしてそこ大竹、これは捕まえました。ちょっとコツも低かったんで捕まった形です。止めたのは児玉、でもしつこく今みたいにこうついていくのはいいと思いますよ、はい、もうそっからですからね、はい、そういうしつこさを失っちゃダメです。その児玉がサーバーに下がります。
ちょっとでも一発さんちょっと置いてきたが石川がセットライト側から、まあ、少し後ろに入った大竹のクイック、2枚ブロックの横です。打ったのはロジャーズ甲斐、2段トス今村、どうだバックトス、うん、小池を使う、酒井今度はツー、長身186センチ高いところでツーアタック、少しこう空いてるところをよく見てたという形です、うん、そうですね、はい、まあ、あの成功法で言ったらね苦しいですからね、はい、まあ、ツーはリスクはあるはあるんですが得点になりました。早いトスレフトの平行、今度はバックライト小池を使ったんですが、おー対角に決めました、見事。この幅使うねコースはいいですよね、はい、非常につくばの持ち味ですよね、はい、で中でも小池はちょっと止められた後でも逃げずにもう一回行くだけの無効気は持っているプレイヤーです。石川がセットします、そのレセプションから自分で打つ、これはもう完全につなぎに入りました、早いのが来た石川です、おお。まあ、ちょっと月並みではあるんですが大林さん、こういう展開なんであれはなんとかしたかったですよね。そうです ね、 ね、まあ、ただビクイックのロングみたいなだいぶねかなり速いやつですよ、トスとのコンビは合ってないけどそれだけのちょっと攻めな感じですよね。ただ決まっても石川選手としてはこれは納得してないっていう感じがしますね、はい、まあ、ですから今のレフトも今大林さんおっしゃったように速いんですよね、うん、はい、まあ、ほとんどハート、はい、さあこれでサーブポイント12対6、中央の方は一人一人が本当にいい表情をしています。大竹のサーブです、これはちょっと力みました。ラッキーに得点をもらった筑波、5点差になったん で1年生酒井のサーブです。関田は速いトスを飛ばす、石川は上空で止まってプッシュ、はい、対空力抜群、状況を見てプッシュに変えました。点差ですから5点差6点差の攻防でやっぱり筑波が詰めることができません。バックトスからロジャースがブロックはアウトになります。これはちょっと一つきっかけにしたいところです、はい、もう一つ一つやっぱりブロックアウトとかリバウンドとかで、ね、はいはい、何本も粘って相手のブロックがちょっと飛ぶの嫌だなと思うところまでねとことんやっていかないといけないですよね、はい、ですね、やっぱ徹する必要があるんでしょうね、うん、時間差石川巧みに時間差に持っていきました。セッターの関田、この4年生セッターのトスワークも冴え渡ります。さあそしてチームキャプテンの藤井投入、筑波大学、まずコートに入って一番最初にしたのは大きな声を出すことです。石川祐希強い攻めきました。大田区総合体育館、そして渡辺超高速の B、来たと思って飛んだら間に合いません。見事な速攻です。中央大学点差が広がって15対8、秋山監督タイムアウトです。取るぞやることやってきたぞ、やることやったぞ、やることやったぞ、パスだぞ、パス パス丁寧に一本やることしかやるの、やることしかやる、全員でいこう、全員でいこう、ゾーッ、知らず知らずの間に点差は7点差に広がっています。得点は15対8、7点を追う筑波大学、まあ、タイムアウトを取って残された、まあ、このセットの後半に望みを託します。これやっぱ大事なのはね、はい、あやっぱりダメなのかってね、精神的にこうチームがね塞がないように、はい、やっぱ前向いて攻めていきたいですよね。うわーすごい石川祐希、これはすごい、
あんな遠いところから痛烈なスパイクです。これ素晴らしいですね。これ本当スパイクですね、ほとんどね。そうですね、はい、もう一丁。また来た。セットしたのはキャプテンの藤井です。旗の、うわー、旗のスパイク、これはネット。ちょっと空気に飲まれました、筑波。これで4連続ポイントで点差がどんどん広がっていきます。まあ、2連続取られたところでタイムアウトは取ったんですが、流れを止めることができません。まあ、それだけね、今日の中央は完璧に近いね、バレーをしてますよね、はい、石川はちょっといなしに行ったんですが、ミスをしてちょっと苦笑い。ここまでは連覇へ向けて視界良好の中央大学。わあ、来た、いいサーブ、宮下。17対10です。エンドラインいっぱいです。願わくばもう一つ。奥を狙ったんですが、これはアウトになります。さあ、そしてここで中央の方は3番の塚本をピンチサーバーで入れます。さあ、ここも4年生ですからね、はい。崩せるサーブを打ちます。こんな感じの間合いで奥に、これはでもアウトになりました。ピンチサーバーとかで、ね、入る選手っていうのはやっぱりその瞬間しか出られないので、はい、なんかもね、ちょっとでも長い間最後の学生生活の出たいなんて言ってたんですけどもね。そしてこれは小池のジャンプサーブです。早いトス振った、竹内打つ、さすが、うん、さすが。早いトスに相手もブロックついてきたんですけども、これです。正確にあと打ちたいところにトスも来るので、アタッカーも落ち着いて助走入れますよね、はい、これ決めたのはとすると関田のファインプレーでもあるわけですね、うん、はい、プレーないですね、トスもね、はい、みんな打ちやすそうにしてますもんね、はい、これは上空高い打点で打ってきました。藤井クイック、大竹高いんであのコースが打てます。そして中央のエンブレムを叩きました。気持ち入ってます ね, ですね、はい、やっぱりあの大竹選手は一番石川選手に影響されているんですね、はい、あ、そうですか、はい、同じ年で全日本で活躍して自分もって思いがやっぱり奮い立たせているっていうので、そういった意味の成長は大きいと思います、はい、で当然彼も予備軍なわけですよね、代表の ね, ね、はい、全日本の。さあ、これは今村のサーブ失敗。セットは終盤を迎えています。さあ、なんとか突っ込ましたいですね、はい。チームのポイントゲッターの旗がサーバーに下がります。攻めて入れた、ちょっとずれた、それでも関田はここに持ってきます。まあ、アウトにはなりましたけども、かなり呼んでますもんね、はい、本人もね、あの、はい、ここまで来るとアタッカー心理としては打ちたいんですよ、みんな。あ、そうですか。勝ってるし、やっぱり自分がって思いが、はいはいはい、セッター悩むような感じなぐらいね、アタッカー呼びますよね。その大竹も同時にみんな入ってきた。軽く返す、これで全員が早いタイミングで入って、大竹バックライトも、そして、まあ、石川も含めまして4人同時に速い攻めに入ってきます。これと中央、はい、関田選手の、ね、最後のトスをみんなが打ちたいってやっぱ言ってましたからね、はい、残りは4点21対13。竹内のサーブ崩した、カバーできずにポイント。本当に強い。ただ4年生で終わるのはね、筑波にもいますので、そういった意味でね、はい、もう一度頑張りしてほしいですね、流れ。コートの中では2番の宮下、4年生。いや、強いサーブ。まあ、本当にでも中央を見てますと、サーブに対する強いこだわりを感じます。なんとかちょっと
っとこう抵抗したいんですけども、児玉のサーブネット上押せるかな。拾った関田、二段で打つ、石川祐希、これはアウトになりました。まあ、迷わず打ったんですけどもそうです、ね、はい、なんとかこらえました筑波。児玉です。石川が、うわ高い、これは素晴らしい、高い打点できました。23点目。さあ、そしてここで大竹一成に変えてピンチサーバー1年生の谷口投入。石川の先ほどの豪快なスパイクです。フォワードにですか、井上を入れて、渡辺、井上、石川がフォワードに並んでいます。バックのライトに竹地、真ん中に今村です。変化球サーブ、仕留めるか、ブロックで当てた、セットした谷口、このトスを打ちましたが、井上、これはブロックポイントになります。16点目、筑波。今のは竹地開けたんですね。そうですね、はい、セットアップ、ね、でもまあ慣れてますしね、はい、トスとしては悪くはないんですけどね、はい、まあ、何かやろうっていう思いが10代のありますよね、はい。まあ、ピンチブロッカーを使っていたんで、うん、竹地が上げた格好なんですが、はい、ここで関田がコートに戻ってきます。さあ、こちらは1年生セッター長身の酒井、なんとかギリギリで粘ってます。関田ちょっと離しましたが、石川は返すだけ、これしっかり、あーとアンテナだ。せっかくのチャンスだったんですが、筑波、さあ来ました、連覇ポイント、史上最多更新14回目の優勝にリーチをかけました。連覇にリーチをかけました、中央大学。関田、これはアウト。ただこの筑波のサーブを受けて攻めきれば勝ちです。ふーっと息をつきました筑波のキャプテン1番の藤井。さあ来た、石川がキャッチ、石川だ、拾って関田、石川に託した。坂井のトス、バックアタック、キャプテンの藤井、広げといて今村、おー、キャプテン藤井素晴らしい、旗返す、あーっと、これはネットタッチが最後ありました。中央勝ちました、25対17、セットカウント3対0、見事に連覇達成、史上最多更新14回目の優勝を決めました。